皆さんこんばんは、MK です。ヘイピクミンパート17やっていきましょう。今回はエリア4のブロック C、ガラクタの水辺から進めていければと思います。水辺ということは青ピクミンが出てくるんでしょうか。最近青ピクミンと冒険できていないので、久しぶりに青ピクミン大活躍期待してますという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お、いきなり下が水だな。落ちたら青ピクミン以外はまずいですよ。なんかいる。え？しかもさ、尻尾ついてるやつだからオタマジャクシタイプだ。めちゃくちゃでかいカエルではないですね。いつも出てくるのの子供か。うわ、赤？え？青じゃないの？まあとりあえず赤でもいいけど、あと2匹しかいないな。4匹いてくれるとワンセットで助かるんですけども、なんだ？綿毛がキラキラ光ってる。どういうこと？ああ、赤ピクミンも綿毛に誘われて、なんだよ、遊んでる暇ないってねえ、いいからいいから、はい、行くよ。もう冒険の方が大事だよ。綿毛でぴょんぴょん跳ねてる場合ではございません。あれ、2匹しかいないの？あとは上、ああ下にいた。ということで4匹ゲット。危ないよカエルが。待て、危ない危ない危ない、本当に危ないからね今のもちゃんと1匹ずつ投げましょうね。そしたら、うわ、ちょっと待って、水はダメなので一旦上に乗せる。で、え、あ、待って、そういうことか。なるほどね、今理解した。さっきなんであんなにムービーに尺取ってたかっていうと、そういう仕掛けなんだ。ピクミンをあの綿毛のところに置いておけば、ず常にあの同じところにいてくれるってことね、移動しないで。で、安全なんだ。なるほどなるほど。で、こっち来たらピピーで呼べばいいんだな。うーわ、新しい仕掛けが登場したところで、ちょっと待てよ、この辺しっかり集め。何これ、攻撃していいやつ？はい、あぶね、敵だった、怖。上のもあるけど、あ、キピクいたよ。これはピピーで呼んで、クイか。え、下から撃ってもいいの、クイって？ほいほいと、あー、これたこれた。ということでキピクも合流。これで8匹でございます。残り12匹でお宝が1つもゲットできていないと。あれ、赤ピク一人でどうした？落ち葉？前回もね、キピクミンが落ち葉を気にしておりましたがあ、ちょうどお面みたいになってて可愛いね。あ、怖いのオリマーの後ろに隠れておりますけども、大丈夫だよ、同じピクミンだよ、何をやってんの鬼ごっこしてる場合ではございません。はい、行くよ。そしたら、うわ、危ない、これ黄色か。1,2,3,4。そう、キピクミンはね、高く飛ぶ以外にも電気に強いという特性がありますので、こういう電気の仕掛けはキピクミンで解いていきましょうと。そしたらこの先ちょっと水になってて進めない。お、待てよ、左側オリマあるね、落ち着け。一旦カエルをクリティカル OK 打っておく。そしたら左側オリマーでブーンと進んでいきましょう。キラノミか。なんかさ、このオリマー単体で入っていく穴みたいなところってキラノミしかないよね。お宝があるのって結構扉の中とかなんですよ。あー、危ない、これ、ちょちょちょ、危ない、マジで危ないじゃん。待て、どうせなんか出るな。はい、カエル、待って、上来てる上来てる、あー、危ない、上来てた今。はい、こっち側もう何もないですね。いや、これ上画面もちゃんと見とかないと終わるよ。そしたら、はい、キピクで上、あ、それ下げれますか？ほいほいほい、ナイス。はい、みんなでじゃあこちら登っていきましょう。この先にお宝あるかな？まだ1個もゲットしてないからちょっと不安なんですけども。はい、ここ降りまして、ピクミンの数も未だ8匹、結構長めのステージになってるんでしょうか。お、あったぞお宝。これは、あー、なるほどね。まずはキピクミン4匹で足りますか？ 1 匹、あ、2匹でいいのか。で、こっちまで運んで、あー、そっちじゃないそっちじゃない、そう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 、こっちまで運んでもらったら上に上げる。ナイス、食いいいですね下から撃てるほどピクミンが強力なのかと言われれば若干ハテナマークではございますが、はい、これは真空管かな。はい、新しいお宝ゲットすることができました。人間プロトタイプ。なんで？真空だからってこと？真空の宇宙から生まれたからってこと？え？それとも手と足がついてるみたいに見えるからってことかな？ちょっと人間プロトタイプの意味がいまいちわかりませんでしたが。はい、そしたら8匹引き連れて、待てよ。あ、またここ水がアウトなので、1,2,3,4、1,2,3,4。はい、オッケー。そこにいてね、みんな。そしてオリマーで降りていく。違うな、こっちじゃないな。
それ入れます？あ、入れないんだ。だとしたらもう一旦集合だな。ピピー、みんな集合です。ちょっとなんで1階のピピーじゃ聞こえない人がいるの？はい、8匹みんな来てもらって。割れたグラスがあるけど、あ、何そのバルブ、回さない方がいいんじゃない？あんまりそういうとこ回していい思い出ないけどな。さっきもなんか水っぽい原生生物が出てきてたからさ、それを出すだけな気がするんですけど。キラノミ疑った MK さんが悪かったね。キラノミでちょっと大成功でございます。ということでこれで12匹。あ、待って、転ばないで。たまにいるんですよ、転ぶ。あー、下の原生生物怖で、あ、またいた、2匹か。ピピーでこっちに集合させて、ほいほい、オッケーよ。で、そっちからこっち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 、ピピーでほいほい、オッケー、ナイス。で、こっちに集合してもらって14匹と、あと6匹か。ちょっと中途半端だな。基本4匹4匹のコンビになってはいるんです。あ、なんか持ってる。なるほど、それで足場的なものを作るのか。あー、橋ね。え、足りなくね？2つしかないよ。え、こっからはオリマー入れってこと？だとしたら一旦みんな預けないといけないな。ほいほいほい。じゃあここの綿毛で14匹待っててね。残り6匹の行方プラス、まあちょっと橋の行方も見てみましょうか。この先どうなってる？あ、だ、いてててあ、橋こっちにパーツがあんのか。なるほどね、オリマーじゃ運べないからこっちで。あー、キピ、もうゴールだ。待てよ、やっぱ青ピクだろこれ。これさ、水の中に原生生物いるってことはさ、倒せるようになってると思うのね。だとしたらこの辺に青ピクがいるんじゃないのか。はい、キラの実たくさん取りまして。え、何ここ、お宝ありますか？まだ1個しか手に入ってないよ。あ、青ピクいた、よかった。あ、2匹嘘、足りないよ2匹じゃ。うわー、下にもいた。ということ、え、何、なんだなんだ、ボスか、ボスか、カメラおかしくね。うわー、なんだこいつ、なんかいる。ちょっと待って、え、なに、届かないってそれ、青ピクじゃ、キピクじゃないと届かないよ。ん、あ、なんか、あ、そのピンクのところが弱点なのか。ちょっと一旦引き寄せよう。これ正面から行ってもダメだ、裏返すわ一回。なんだこいつ、見た目ちょっと可愛いけどフォルムは気持ち悪いね。あー、ちょっとそっち見て、オッケーオッケーオッケー。で、歩き方見てる感じ、多分これこの爪に当たったらアウトだよね。それ気ぃつけよう。うわー、待って、これこ、そう、どこで撃てばいいんだ、ここで撃つか。ほい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 。で、回収回収回収、危ねえ危ねえ危ねえ。多分爪当たったらアウトだからそれ気ぃつけよう。うーわ、怖っこれ。結構慎重にやろっか。落ち着こう。はい、こっちにゆっくり歩いてくる。慎重に倒しましょう。これ体力減ってる感じしないけどな。やっぱ頭攻撃しないと体力は減らないのか。だとしたら体力を減らすんじゃない何かしら攻撃方法があるってこと？で、ここで、はい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 、オッケーよ、回収、またこっち来るでしょ。うーわ、頭いいなこいつ、ちゃんとオリマーがどこにいるか見てる見なくていいのに。はい、いや、このパイプがなかったら終わってるわ。はいはい、いいよいいよいいよ。で、こう来たらここ 1,2,3,4、 オッケー、ナイスよ。で、引っ張ってここ 1,2,3,4、 オッケー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 。なんか何も起こんねんだよな。え、なんか間違ってる、両方の足ってこと？もう片方の足も攻撃しないとダメ？これ何が正解っていうか全然分かってないんだけど。 1,2,3,4、 はいはい、回収回収回収。で、ここでまた 1,2,3,4。 え、何が正解、いや全然わかんない、何が正解なのこれ。なんか違うな、やってること。反対側の足だ。うわ、でも怖いって、爪あるから、爪あるからさ、あんまりさ、あ、いけんじゃない、いけ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 、回収してここで、はい、1,2,3,4。全然ダメ、全然ダメじゃん。今反対側の足だったよね、さっき攻撃してない方の足だったけどな。ん、足りない、なんか根本的に。でも当たってる感覚はするんですよ、当たってる感覚はするから。ん、いや、でも全然マジで効いてない。ちょっと待てよ、一旦考えよう。上、いや上行けないんですよ、上は行けないんです。で、オリマー上にやったところで向こう側行くのか。そうすれば爆弾的なのがあるとか、そ
そういう話？はい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 。で、ここで、ほい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 。いや、聞いてないでしょ。はいはいはい。あ、倒れた倒れた倒れた。あ、待って待って、倒れたよ倒れたよ。ここで、頭。ナイスね。そういうことか。いける？無理だよね。ちょっと一回回収、一回回収。危ねえ危ねえ危ねえ。やっぱそうだ。これ両方の足ちゃんと攻撃しないといけないんだ。さっき片方の足ばっか攻撃してたんだ、MKさん。ここで、いいよ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 。で、回収。マジ、爪気ぃつけよ。これ爪にピクミン当たったら終わるわ。うわ、なんだよ、いきなり。こいつボスじゃないよね。なんでボスじゃないのにこんなに時間かけさせるわけ？あとピクミン6匹しかいないの、こっち。20匹で戦わしてよ。てか、ケピクミンがいたらお前なんて一発なんだからな。ケピクミンがいないのをいいことにさ、今そうやって、優雅に歩いてますけども。はい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 。待てよ。一回落ち着こうか。反対側の足なんですよ、あと。待てよ。今出した方の足。今出した方の足、今度は攻撃します。いや、これ。後ろ足とかって判定なのかな。こう来て、こう来て、こう来て。うわー、今出した方の足が攻撃したいんだけど、ちょっとうまくいかないな。ほい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 。これじゃダメなんすよ。もう一歩、もう一歩そっちに歩いてくれるようにしないといけないかも。だから、これ先に攻撃したらダメなんだ。一旦こうするでしょ。で、後ろ向くでしょ。一歩歩くよね。もう一歩歩いた時に攻撃しよう。ここで、そっち行くだよね。で、もう一歩歩くと思うんすよ。これで、もう一歩、もう一歩、来た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 。この時に、ちゃんと上に攻撃する。これで、片方の足攻撃。もう、どんだけ時間かかんだ、君倒すの。なんか効率悪いことしてる？もうちょっとやりようあんのかな、実は。MK さんがなんか、多分効率悪いことしてるよね。こんな時間かけさせないと思うぞ、一体に。正面から行っていいのか。いや、でも絶対爪当たったらアウトっしょ。待って待って、回収回収回収。危ない危ない危ない。マジで今危なかったね。ほい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 。で、もういけるでしょ。ほいほい。オッケー、来た。で、回収回収回収。あとは頭だけ、あと頭だけ。ここで、ほい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 。来た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 。オッケーという、あれ、え、おた、おい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 。お宝出さねえの？うわ、待って、お宝は？嘘でしょ？なんであいつお宝持ってないの今。おかしかったよね。は？え、どう考えてもお宝持ってるやつだったじゃん。よし、落ち着け。あとはもうゴールするだけじゃないな。お宝が全然足りないのか。待てよ。一旦上。いや、よくないな。それは後にしましょうか。待てよ。もう一個ずつ緊張するわ。20匹とりあえず揃ったから、ピクミンをもう見つける必要はなしでしょ。はい、で、こいつを倒して、こいつも正面から倒す。下は？ほい。え？待って、まず横かな。こんにちは。上にピクミンいるから、これピピーってやったら終わるね。あー、こっちじゃない。ピピーってやったらあいつら来ちゃうから、ピピー使わないように。落ち着こう。うわー、マジか。ちょっと待って。はい、一旦攻撃。はい、で、こいつ一人倒す。ピピー使わない。ピピー使わないよ。はい、ここ倒して、倒して、オッケー！とりあえず一つお宝ゲット。こちらはペンチに見えますけども、ピクミンシリーズで言うとワンマン破壊神。まあ、確かに一人で破壊できるという道具ではありますけども、こいつ復活すんな。大丈夫？真ん中攻撃しなかったら終わるとかないよね。待って、これ戻るのか。多分そうだよね。オッケー。青ピク連れてってこっち戻りましょう。この辺はもう大丈夫だな。全部仕掛けはやっている。で、この下あたりに、うわ、待てよ。絶対なんかあるんだよ。やめて。待て。まず原生生物気ぃつけよう。お宝全回収するよ。ほい。でだ。こう来て。危ない危ない。1、2。落ち着け。もうこの辺だったらピピーしてもいいよね。いや、一応やめとこうか。ワンチャンあいつらに聞こえてどっか行っちゃうとまずい。こっち来ちゃうとまずいから、一応ピピーを使わないように、一体一体しっかり狙って倒すのを心がけ、オッケー！三つ目のお宝もゲットすることができました。これが絆コミットメント。なるほど。まあ書類をね、くっつけるホッチキスですからね。で、ここで出ていけばあそこなんだけど、もう一個だよな、多分な。え、待て、いや、お宝そ、裏ゴールか。ぽいぞ、ぽいぞ、ぽいぞ。多分これ隠しゴールだな。この先。ちょっと行ってみようか。うわー、ぶね。
隠しゴール行くか一旦正規ルート行くかどっち簡単だと思う？全然わかんないけど、とりあえず戻ってみたい。もう一箇所あるよね、水場その奥だ、隠しルート。待てよ、待って、みんな来てる？大丈夫大丈夫？はい、みんな来てて、これさ、あーでもダメか、ダメだこれ。20匹麦製クリアってことは、これちゃんと20匹連れて帰んないといけないから、あーダメだ、裏ゴールは後だ。だって水の中だとしたら赤とか青連れていけない、あ、赤とか黄色連れていけないもん。だから一旦これは普通。ちょ、なんで転ぶの？転んだ時もピピーすんの怖いんだって、上のやつらいるから。で待てよ、こいつらさまだだよね、これ橋作んないと渡れないから。結局これ青ピクで一回降りるでしょ。降りは降りれますか？はい、ここ降りて、で、あ、ミスった、あっぶね、今のピピ聞こえたと思った、聞こえてないね。よし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 。でこいつらだ問題は。うーわやばいな、ちょっとこいつらやばいね、これさ、こいつらやべえな、こいつらやべえな。待てよ、これさ超絶安牌取っていい？超絶安牌取るんだったら青一匹で来るわ。青一匹だけ連れてって残りは置いてく、ここに。そうしよう。1、2、3、4、5で青一匹だけ連れてって、この一匹で上を仕留める。そうしないと周りにいるやつらが巻き込まれる可能性がある。待てよ待てよ、一回落ち着こうか、一回落ち着こうか。一匹で挑みます。落ち着け落ち着け落ち着け。ここ、ここ降ってくるでしょ、ここ降ってきたら行きます。ここ降ってきた、でここ登る、で倒す、いいよ。もう一体、あいつ届かねえな、あいつ届かねえわ。こいつ倒す、であいつこっち来ないから青一人でここ運ばせる。もうこれくらい、これくらい安牌でやんないとマジで危ない。待って、あいつ黄色じゃないと倒せないから。うわー怖えーな、その黄色じゃないと壊せないやつ、ほんとやめてほしい。青届かないもんね、どうやってもね。で一匹だけど、はい頑張って、ちょっとこれ運んで、こっちはもう毒の霧来ないから。であとは正直あいつさえ倒せれば黄色を損なげて終わりだから、ほんと頼むわあとは頼むわマジで。はい、青そこ置いて、ラスト1個だよ、ラスト1個。こっち、あ、あと2個あるか。よしよしよし、いい、急がない急がない。でそこ置いてもらって、ラスト1個くんなよ、あいつ血迷ってこっち来たら終わる。 OK 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 で橋が完成、よーし。でみんな集合。ふぅ、でこれさ超安全に行くならだよ、黄色1匹で行くべきだと思うの。でもさすがにそんなことしなくても行けると思ってるから行くね。待てよ、キーピクにしてるでしょ、次地面ついたら行く。うわー、でもこっち来てる時の方がいいな。これでここで OK、 ナイス、しゃぶね。ででででででで、黄色1、2、3、4、いやまだいるけど、もういい、なんか何匹いるか分かんないから。で20匹、いいよ、お宝全部、あとゴールだな。オッケー、むず、ここめちゃくちゃむずくなかった？麦製よくいったね今、やばいやばいやばい、やってるやってる、ここマジでやってるわ。今までで一番難かったかもこのステージ、ちょっともうカミカミだから難しすぎてよーしよしよしよし、麦製クリア達成。あのフラミンゴみたいなやつが難かったわ。ということで、はい、お宝3つ勝つ、まあ3つ集めても言うてこんなもんか。あ、でも1万9000はいった、おーいいね。はい、あ、足長落としっていうんだあいつ。人間プロトタイプ、ワンマン破壊神、絆コミットメント、そして20匹を連れて帰って勝つ麦生徒。お、広場で動きがありました、一旦見に行きましょうか。岩ピクがキラを見つけたみたいです、30キラありがとうそしたら、お、キピクも見つけてる。はい、キピクが何キラだ、10キラ、まあ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 、こんなもんか。よし、じゃあちょっとキピクも、あれキピクこっち、あ、草むら手伝えるか。で岩ピクもこっち。ということで今回は一回これぐらいで終わっておきましょう。次回ここ多分裏ゴールあるから、裏ゴールプラス4の D からやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。